はい。それではですね、お時間となりましたので、ブラックベルトオンラインセミナーを始めさせていただきます。AWS ブラックベルトオンラインセミナーは、サービス別、ソリューション別、業種別、それぞれのテーマに分かれて、Amazon Web Service Japan 株式会社が主催するオンラインシリーズ、セミナーのシリーズです。こちらのブラックベルトオンラインセミナーでは、質問を投げていただくことができます。書き込んだ質問は主催者側にしか見えません。今後のロードマップに関するご質問はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。内容についての注意点です。本資料は2020年6月10日現在のサービス内容及び価格についてご説明しています。最新の情報は AWS 公式ウェブサイトにてご確認ください。資料作成には十分注意しておりますが、資料内の価格と AWS 公式ウェブサイトの記載の価格に相違があった場合は、AWS 公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。それでは最初に簡単に自己紹介させていただきます。私、Amazon Web Service Japan 株式会社で、ソリューションアーキテクトをしております、福井と申します。普段はですね、サービススペシャリストとして、特にですね、クラウドネイティブのアプリケーションの開発支援などを行わせていただいております。関心領域としては、ソフトウェアアーキテクチャですとか、オブジェクト指向設計、アジャイル開発などが関心領域になっておりまして、好きな AWS サービスは、サーバレステクノロジー全般、それから AWS コードシリーズとか、アンプリファイなどの開発支援ツールになっております。はい。では、本日のアジェンダです。本日の、サーバレスイベント駆動アーキテクチャに関して、まずはなぜイベント駆動なのか、それから次にイベント駆動アーキテクチャについて、その内容をご紹介したいと思います。次にですね、AWS ソリューションの概要と、様々な AWS サービスの中からどれを選択すべきかという選択のガイドラインについてご紹介したいと思います。最後はまとめです。では早速始めたいと思います。まずはイベント駆動とは何かというところについてお話ししたいと思います。イベント駆動とは、メッセージによってイベントの発生を伝達し、メッセージを受け取ることで新たな処理を、実行する仕組みのことです。まずはイベント駆動のメッセージングシステムがどのように利用されているかについて、いくつか例を見ていきたいと思います。実は、イベント駆動アーキテクチャは、これまで多くの業界や業種の重要なビジネスアプリケーションで活用されています。イベント駆動アーキテクチャとその基盤となるメッセージングプラットフォームを利用すると、様々な異なる言語やプラットフォームや場所で実行されているソフトウェアシステムが、情報をやり取りしたり、交換したりすることができます。一般的に言えば、メッセージングは高い拡張性、信頼性、フォールトトレーナントを要求される即結合システムを構築する場合に使用されています。例えば、Amazon.com などの小売業者は、すべての注文が確実に処理されるように、事前に予期できない規模の注文を処理するシステムをメッセージングを用いて構築しています。エンターテインメント業界では、メディアファイルの処理のような複数段階のワークフローをメッセージングを用いて管理していますし、ナスダックやゴールドマンサックスのような金融機関では、銀行取引や株式取引のような注文処理を行いますが、注文はメッセージ級に入れられて、ユーザー認証、残高検証、トランザクションの調整を実行する一連のマイクロサービスを通じて処理されます。金融サービスではメッセージ、この場合は取引情報なんですが、が失われないことが重要になります。病院ではですね、メッセージングによって、緊急治療室と患者登録システム、研究室、放射線科、薬局、医師などの部門の間で、情報の交換が容易になります。そして、患者が病院内を移動するときにトラッキングすることにも利用されています。出版社では、メッセージングによってデータの収集から出版のプロセスを管理して、教育システムでは受講者をガイドするためにメッセージングを使用しています。また、製造会社ですね。では、製造業の会社ではメッセージングを使用して、多段階の生産プロセスを管理しますし、
米国政府のようなところでは、申請処理や市民参加型アプリケーションなどのシステムにメッセージングアーキテクチャを使用しています。このように、あらゆる業界にとってメッセージングを用いたイベント駆動アーキテクチャが活用されています。それでは少しメッセージングを管理するメッセージブローカーの歴史を振り返ってみましょう。メインフレーム用のアプリケーションの構築において、メッセージブローカーはエンタープライズアプリケーションの神経とも呼べるシステムでした。ハードウェアはモノリシックで一元化されていますが、アプリケーションは今日のモノリスのアプリケーションよりもメッセージによって駆動されています。その時代から始まって、この図はメッセージとイベントの進化を表しています。縦軸はオンプレミスからクラウド、マイクロサービスへの移行。横軸はインフラの管理からアプリケーションフォーカスへと進化しています。進化の過程でクラウドベースのメッセージングソリューションを活用して運用効率を高め、システムの可用性と稼働時間を向上させることができます。さらに、モノリスをマイクロサービスに分割することによって、マイクロサービスの高いスケーラビリティ、信頼性、サービス間の素結合を実現できます。イベント駆動型のアーキテクチャを活用してビジネスプロセスを自動化することで、より迅速なイノベーションを推進できるようになります。サーバレスおよびイベント駆動型アーキテクチャの進め方は組織によって異なります。ここでは、一つ目として、クラウドの機能を利用して新規に開発する。さらに、場合によってはマイクロサービスとして新たに構築するパターンや、2番目として、AWS のエコシステムのパートナーの SaaS サービスを使って、自社のアプリケーションにそれを組み込んでソリューションを展開するパターンや、3番目として、オンプレミスのレガシーなシステムに投資を行っていて、その全てまたは一部をクラウドに移行するハイブリッドアーキテクチャのパターンや、4番目として、システムが SFTC などの他のクラウドに保存されているデータに依存していて、マルチクラウドアプローチが必要なパターンなどが考えられると思います。これらについて、それぞれ見ていきたいと思います。いずれにしても、組織内のチームが利用者にとって価値のある機能を構築し、信頼性と耐久性とスケーラブルな方法で実現できるようにしたいと考えています。そして、これらの全てのものを迅速にデリバリーしたいと考えていると思います。イベント駆動型アーキテクチャがこれらの目標を達成するためにどのように役立つかを見ていきましょう。それでは、イベント駆動アーキテクチャについて見ていきます。イベントとは何でしょうかということなんですが、最も簡単に言えば、イベントとはシステムの状態が変更されたことを示すシグナルの意味です。イベントとは、状態の変化に対してサービス間で情報を共有するための周囲のメカニズムになります。イベントはイミュータブルで、過去のイベントは変更できないというのが原則です。イベントはセマンティックな意味を持つ意図を持って、過去時制の動詞として表現されます。例えば、カスタマークリエイテッドのようなものです。また、さらにイベントは計量です。カスタマー ID のような共通の、ドメインに共通のコンテキストのプロパティですね。ドメインに共通の言語、言葉によって関連付けられます。このイベントの観察可能な性質はとても興味深いです。イベントは観察可能であって指示はされません。コマンドモデル、左側のコマンドモデルでは、各コマンドは特定の受信者に明示的に発行されます。一方、イベントでは単に他のシステムによって観察されるという状況になります。これは右側の図のようになります。で、イベントの利点としては、イベントのプロデューサー、生成する側ですね。イベントを作る側は、誰がそのイベントを観察しているかについての知識を持っている必要はありません。このことが処理をシンプルに保ちます。別のサービスがこのイベントを使用することになったときに、イベントのプロデューサーであるアップストリーム側の変更が必要とされないというのもメリットになります。
まずは、分散システムによる、における API の呼び出しについて考えてみましょう。この例にあるオーダーサービスに対して、結合するサービスを他にも追加するとなるとどうなるでしょう。今、このオーダーサービスは多くの責務を引き受けています。連携する各ダウンストリームサービスが本当に素晴らしい API を提供していたとしても、オーダーサービス側にそれらのサービスと対話する責任があります。これらのサービスがそれぞれ個別にサポートするリトライの方式を理解する必要がありますし、それぞれのサービスに対して、その SDK の中でそのリトライロジックを組み込まないといけません。また、誰もマイクロサービスの API に広報互換性のない変更を加えることはないだろうとは思っていますが、もし仮に、これらのダウンストリームの API が広報互換性のない変更を加えてしまった場合、オーダーサービス自体がエラーとして止まってしまいます。このような状況になると、オーダーサービスのチームは非常に困った立場に立たされることになるでしょう。一方で、このオーダーサービスが生成するイベントデータに関心のあるシステムがたくさんあること自体は問題ではありません。問題は、このような API 指向の設計では、オーダーサービスがダウンストリームの全てのサービスについて知る必要があるという点です。我々はマイクロサービスが素結合であるためにどれほど素晴らしいかについて多く語っていますが、オーダーサービスでは依然としてこれらの他のサービスのエンドポイントを発見するための方法を知る必要があり、適切な API を呼び出して処理する方法を知る必要があります。また、それらのサービスの呼び出しの一つが失敗した場合に、どういうふうに対処するか、どういうふうに再試行のロジックとエラー処理を行うか、その他すべてのそれらのサービスと対話するために決められたことを理解する必要があります。これらの問題を解決するためには、イベントバスとイベントルーターが必要です。イベントバスは、イベントプロデューサーがイベント送信できるエンドポイントを提供します。イベントルーターは、これらのイベントを適切なダウンストリームのコンシューマーに転送及びフィルタリングする機能を提供します。コンシューマーはプロデューサーと分離された状態で信頼性を担保しながらイベントを取得することができます。イベントが応答性能を向上させ、依存関係を減らすのに役立つ方法を理解するためには、イベントのもう一つの重要な特性である非同期について理解する必要があります。同期コマンドと違って、非同期イベントを利用すると、応答性の改善と依存性の削減というメリットが生まれます。先に紹介したような同期モデルでは、クライアントはサービス A に要求を行い、サービス A はサービス B を呼び出しますが、サービス A はサービス B の処理が終了するのを待って、それを持って応答を返します。一方、非同期モデルでは応答のパスがありません。サービス A はイベントを発行し、すぐに次の処理へ移行します。ここでの明白なトレードオフは、サービス B がサービス A に情報を渡すためのチャンネルがないことです。実は多くの場合は、要求と応答の間の明示的なチャンネルの結合はあまり必要とされません。また、イベントストアにメッセージを一旦保存することで、弾力性とスケーラビリティが向上します。イベントストアを利用することで、ダウンストリームのサービスがメッセージを処理するまでの間、バファリングを行うことができます。このイベントストアは、メッセージやストリームに適用できます。ここでは、メッセージ処理とストリーム処理の違いについて少しだけ説明をしたいと思います。メッセージ処理は、個々のメッセージをアトミックな処理として扱うという特徴があります。メッセージは計算やプロセスを適用するコアとなるエンティティで、例えば、金融取引や IoT デバイスを制御するためのコマンドなど、様々な意味を持ちます。メッセージは通常個別にバラバラに発生します。個々のメッセージは、先ほども申し上げましたように分離できないアトミックな処理として扱われるということになります。一方、ストリームは多くのメッセージを一緒に見ることで
初めて価値を引き出すことができるようなものです。ストリームはほとんどの場合、一点に流れていきます。ストリームは、メッセージのストリームは一定に流れてきて、メッセージは消費された後も、まあ、期限切れまでは、削除されずに有効に残っているというのも特徴になります。メッセージの処理の一般的な特性としては、メッセージの処理は指定した回数を失敗した後に処理から外すためにメッセージをデッドレターキューに移動するように設定できます。通常メッセージはメッセージが正常に処理された後にコンシューマーによって削除されます。これはどのメッセージがクライアントによってすでに処理されているかを追跡する必要がないことを意味します。単純に次のメッセージを要求するだけです。通常これはメッセージブローカーが持っている最も古いメッセージになります。一方でストリームの処理は一般的な特性は一般的にはデッドレターキューはありませんし、そのために、ポイズンピルメッセージの処理方法は特に注意をする必要があります。クライアントがメッセージの処理に常に失敗しているようなポイズンピルメッセージがある場合、ストリームの処理はこの時点で立ち往生して移動できない可能性があります。一般的な解決策としては、これらのメッセージを、まあ、キューなどに入れて処理体制障害として扱うということになります。AWS Lambda ではこのような処理に対するアップデートが最近リリースされました。Amazon Kinesis Data Streams や Amazon DynamoDB Streams に対して処理が失敗したメッセージをスキップすることができるようになったというのがアップデートの内容になります。通常、ストリーム処理では各クライアントはストリーム内の特定の位置へのポインターを保持します。クライアントがメッセージを使用した後は、メッセージは削除されずに残りますが、クライアントは単純にポインターを次のストリーム内の次のメッセージに移動するだけです。そして、同じ概念でファンアウトを適用することができます。例えば、オーダーサービスからイベントを発行する非常に堅牢な方法で、すべてのダウンストリームサービスによって、信頼性の高い処理が実施されることを確実にすることができます。では、イベント駆動とメッセージについてそのメリットを学んできましたが、まあ、AWS にはメッセージングに関する多くのサービスがございます。どのサービスをいつ使うかについて、この後学んでいきたいと思います。はい。こちらが AWS のメッセージングとイベントに関するサービスです。AWS ネイティブのサービスとしては、旧サービスを提供する Amazon SQS、ストリームサービスを提供する Amazon Kinesis、イベントルーターのサービスを提供する Amazon SNS と Amazon イベントブリッジがあります。また、マネージドなオープンソースのサービスとして、Amazon MQ と Amazon MSK、があります。では、どのようなケースでサービスを利用できるかを、この後見ていきたいと思います。このセッションの冒頭で紹介したように、サーバレスおよびイベント駆動アーキテクチャのへの進み方は組織によって異なります。一つ目のパターンとしては、クラウドの機能を利用して新規に開発し、さらに場合によってはマイクロサービスとして新たに構築するパターンがあります。二つ目として、AWS エコシステムパートナーの SaaS サービスをアプリケーションに組み込んだソリューションを展開するパターン。三つ目として、オンプレミスのレガシーなシステムに投資しており、クラウドにすべてまたは一部を移行するハイブリッドアーキテクチャのパターン。それから四番目としては、システムが他のクラウドに保存されているデータに依存しているため、マルチクラウドのアプローチが必要なパターンですね。まあ、これは組織によって異なりますし、また、いずれかというよりは、複数の組み合わせである場合ももちろんございます。それでは、クラウドの機能を利用して新規に開発、さらに場合によってはマイクロサービスとして新たに構築するパターンから見ていきたいと思います。はい。ここではですね、Amazon シンプル Q サービス、Amazon SQS が利用できますので、こちらの方を説明していきたいと思います。Amazon SQS はマイクロサービス、分散システム、サーバーレスアプリケーションのためのフルマネージドなメッセージ Q サービスになります。
まあ、もうよくご存知の方もいらっしゃると思いますが、Amazon SKS の特徴は以下の通りです。SKS はシンプルでフルフレキシブル、フルマネージドな信頼性の高いメッセージ給与サービスとなっておりまして、まあ、様々なボリュームのメッセージをどこからでも継続的に交換可能です。で、さらに、Amazon SKS は、スタンダードと FIFO という2つのタイプの給与サービスを提供しています。ユースケースとしては、素結合でスケーラブルなマイクロサービス間の連携ですとか、分散システム、サーバレスアプリケーションをクラウド上に構築する場合に利用可能です。優れた機能として、事前のプロビジョニングを必要としない標準級では、ほぼ無制限なスケーラビリティを提供しているという点が挙げられます。実際、Amazon.com ではですね、プライムデーに1時間あたり250億メッセージのリクエストを SKS を用いて処理を行っています。まあ、こちらは SKS を使ったハイボリュームなビッグデータ処理の例になります。S3 にデータが保存されると、イベントに紐付けられたラムダが実行され、処理対象のデータに関するメッセージを SKS に送信します。SQSQ に送信されたメッセージは、SQS イベントに関連付けられたラムダに取り出されて、各サービスにファンアウトします。この時に Amazon SNS が利用され、トピックをサブスクライブしている SQS からさらにラムダが実行され、ダウンストリームの処理が呼び出されるということで、非常に信頼性の高い処理が実施可能となっております。このような形で、SQS、SNS を連携して使うことも非常に多いので、ぜひご参考にしていただいてください。では、次は Amazon シンプルノーティフィケーションサービスの紹介です。Amazon SNS は、マイクロサービス、分散サービス、分散システム、サーバレスアプリケーションのためのフルマネージドなパブサブメッセージングを提供するサービスになります。まあ、特徴としては先ほど申し上げました、シンプルでフレキシブルでフルマネージドなパブリッシュサブスクライブメッセージングをサポートしているサービスで、高スループットで信頼性の高いメッセージ配信を行うためのモバイルプッシュ通知も提供しております。ユースケースとしては、複数のサブスクライブしているアプリケーションへの通知ですね、いわゆるファンアウトのパターンが利用可能になります。リージョンをまたがったデータのリプリケーションも可能ですし、ワークロードの複数ステップの実行も可能です。また、複数のサブスクライバーを並列で処理する並列プロセスにも利用可能です。サーバレスの起動のトリガーとして使うこともできますし、Amazon SQS との組み合わせでファンアウトは先ほどご覧いただいた通りです。優れた機能としては、複数のプロトコルにまたがった多くの受信者への高い信頼性のメッセージ配信が可能という点にあります。こちらについては後ほどご紹介したいと思います。こちらは Amazon SNS と Amazon SKS を利用したオーダーシステムの例です。オーダーが発生したら、そのイベントはトピックとして SNS に送信され、高い信頼性でそれぞれの Q に配信されます。まあ、こちらの、アーキテクチャのパターンなんですが、一点ちょっと、注意点がございまして、メッセージが、正しいトピックにルーティングされるかどうかの責任は、パブリッシャー側が持っているという点は、ご注意いただきたい点になります。で、こちらはですね、先ほどと同じようなアーキテクチャですが、レティゴという米国のフリマアプリサイトの例になります。こちらでも SNS、SKS を利用して、月約1兆のメッセージを売買で処理するというところに利用しています。で、従来、実はこのシステムは API ベースのマイクロサービスで構築されていたんですが、これをメッセージングの方式に置き換えたという例になります。で、ポイントとして SNS でですね、フィルターポリシーという機能があるんですが、このフィルターポリシーを追加して、関連ないメッセージをフィルターすることによって、実にメッセージの約90%を排除することに成功して、バックエンドのコンピューティングコストを大幅に節約することに成功しています。
それでは、次に AWS エコシステムパートナーの SaaS サービスをアプリケーションに組み込んだソリューションを展開するパターンを見ていきましょう。このパターンで利用できるのが Amazon イベントブリッジです。Amazon イベントブリッジは AWS サービス独自アプリケーション、SaaS プロバイダーのためのサーバレスイベントバスのサービスになります。Amazon イベントブリッジはシンプルでフレキシブル、フルマネージドな利用料のみの課金のサービスで、イベントバスサービス、それから AWS サービス、独自アプリケーション、SaaS アプリケーションのイベントデータの処理を容認します。ユースケースとしては、サービス間のポイントツーポイントの統合を記述不要で実現することができます。それから、SaaS のメッセージに対するアクションやワークフローの実行、インテリジェンスの適用や監査と分析、データの同期などを行うことができます。また、優れた機能として、Lambda や SQS、SNS、Kinesis、Firefox などを含む多くのターゲットをサポートしていますし、クロスアカウントへのイベントターゲットも可能となっています。また、スキーマレジストリーですね、を利用して、既存の AWS サービスのスキーマを検索したり、カスタムスキーマを作成してアップロードしたり、イベントバスのイベントに基づいてスキーマを生成したりすることができます。イベントブリッジのすべてのスキーマでコードバインディングの生成及びダウンロードして、それらのイベントを使用するアプリケーションを素早く構築できるようになっております。これにより、開発チームはイベント駆動アプリケーションを迅速に開発することが可能になります。こちらはスキーマレジストリを、検索することで、イベントのスキーマを取得することができるようになっています。これマネジメントコンソールの画面の例なんですが、このようにですね、こちらの例では、EC2 インスタンスラウンチサクセスフルというイベントを、検索すると、このようにスキーマ情報を確認することができるようになっています。また、コードのバインディングのダウンロードボタンをクリックすることで、スキーマのバインディング用のコードをダウンロードすることができます。現在は Java 8以降、Python 3.6以降、TypeScript 3以降が利用可能です。Python や TypeScript は、クラスのインスタンスに、そのスキーマ情報がマップされます。また、Java の場合も、Jackson クラスのインスタンスにマップされるようなコードが自動生成されますので、それを利用いただいて、アプリケーションの中から、それを使うことが可能になっています。それでは、Amazon イベントブリッジがどのように動作するかを見てみましょう。まずは左側のイベントソースから見てみましょう。Amazon イベントブリッジは現在115を超える AWS サービスからのイベントに対応しています。これら事前定義されたイベントをソースとして簡単に利用することができるようになっています。先ほど、マネジメントコンソールの画面を見ていただいたように、各イベントソースを選択して、そのイベントのスキーマを簡単に確認することができるようになっています。また、さらにですね、SaaS ベンダーとの統合も進んでいます。現在、24を超える SaaS サービスと、Amazon イベントブリッジが連携できるようになっています。で、また、日本の SaaS パートナー様でも対応が始まりました。ここではいち早くご対応いただいている、パートナー様の、製品をご紹介したいと思います。まず最初は、ブレード社のカルテですが、これは企業の EC サイトやモバイルアプリの利用者の行動イベントを検知するサービスになります。イベントブリッジを使うことによって、このイベントに基づいて、各企業側でリアルタイムに追跡のアクションを定義することができます。この企業の EC サイトやモバイルアプリの利用者の行動イベントを元にですね、ラムダとかを使って何か、あ、アクション、追加のアクションを記述することで、より、その有効な活用が可能になってくるという形です。2番目は、ハテナ社の運用監視 SaaS であるマカレル
ですね。まあ、こちらは、マカルガはご存知の方も多いと思うんですが、イベントブリッジの、連携機能によってですね、この運用監視で検出されたアラートや異常検知に基づいてアクションを定義することができます。したがって、これを使うことによって運用のオペレーションを自動化することがより容易になるという形になります。次のゲームサーバーサービス社では、ゲームの提供企業向けの共通ゲーム機能をサービスとして提供しています。ゲーム固有のイベント、例えばクエストが完了したなどのタイミングで追加のアクションを実行したような場合に AWS ラムダを使って追加処理を記述することができます。まあ、これもイベントブリッジ連携によって実現されます。まあ、このようにですね、タイプの異なる3つの SaaS を通じてイベントブリッジの連携の具体的な価値が理解できるかと思います。SaaS イベントに基づく早期のリスク回避アクションの実現や、SaaS の拡張機能を各種 AWS サービスで連携可能にするエクステンションとしての意味合いがあることがよくわかるかと思います。まあ、今後もどんどん連携していただける SaaS サービスは増えていく予定ですので、まあ、後ほどご紹介するサイトでご確認いただければと思います。次はイベントブリッジサービスの説明に戻りますが、イベントブリッジの中心はイベントバスになります。もうすでにですね、クラウドウォッチイベントのデフォルトイベントバスに精通されている方がいらっしゃる場合は、これは全く同じものだと思っていただいて構いません。ただし、これまでのクラウドウォッチイベントのデフォルトイベントバスに加えて、独自のカスタムイベントバスの作成や、パートナーイベントの取り込み専用のイベントバスを作成できる点が、これまでとは異なっているということになります。イベントバスにルーターを関連付けることができます。すみません、ルーターです。イベントバスにルールを関連付けることができます。ルールを使用すると、取り込まれたイベントのメタデータ及びペイロードの値を照合し、どのイベントがどの宛先にルーティングされるかを決定することができます。次のようなルールを作成することができます。1つ目は、事前定義された AWS サービスにより定義済みのイベントパターンを利用するというパターンです。これは先ほど少しサンプルをご覧いただきましたが、事前定義された AWS のイベント、サービスのイベントがたくさんありますので、そちらの中から利用したいイベントを選択していただくというパターンです。で、2番目のパターンとして、もしその AWS サービス、該当する AWS サービスが、この事前登録されたものの中にない場合ですね、その場合は、AWS クラウドトレイルを利用して、AWS の API コールでトリガーするという方法がございます。で、これによるイベントが2番目のパターンですね。AWS のサービスの場合、何か、例えばその S3 に対してデータを追加するというような時に呼ばれる API ですね。この API をクラウドトレイルはトレースすることができますが、それのイベントを使って事前定義されている AWS のサービス以外のサービスについても利用することが可能です。で、3番目はスケジュールに従ってトリガーされるイベントになります。で、これは、従来クラウドウォッチイベントで使われた方法と同じと思っていただければ結構です。で、4番目が、SaaS パートナーからのイベントの受信ということになりますので、この4つのパターンを、利用することで、ルールを適用することが可能です。で、最後に複数のターゲットを各ルールに関連付けて、ルールに一致するイベントを適切な宛先に送信します。ターゲットを使用すると、ラムダ関数の呼び出し、キネシスデータストリーム、またはファイルホースへのレコードの送信、ステップファンクションズ、ワークフローの実行の開始、ECS またはファーゲートを使用したタスクの開始など、様々な処理を行うことができます。現在、イベントターゲットになる AWS サービスとしては、EC2 のインスタンスですとか、SSM のランコマンド、それから SSM のオートメーション、それから AWS ラムダファンクション、データ
ストリームの、キネスデータストリーム、もしくは、キネスデータファイアホース、ECS のタスク、ステップファンクションズ、それから AWS バッチ、AWS コードビルド、それから AWS コードパイプライン、AWS Amazon インスペクター、それから Amazon SNS、Amazon SQS などですね。まあ、これらをお使いターゲットとして利用することができます。また、アカウントをまたがったクロスアカウントのイベントの送信というのも可能になっております。で、今までご紹介しました Amazon イベントブリッジと Amazon SNS を比較した表がこちらになります。まあ、Amazon イベントブリッジの特徴としましては、さまざまなデータソースからデータと簡単に接続できるようにするサーバレスのイベントバスとしての機能を提供しています。AWS サービスの他に、SaaS サービスとの連携とか、カスタムアプリケーションからのイベント連携なども可能になっています。で、特徴として、事前定義のスキーマという機能がありますので、まあ、これを使うことによって素早くですね、そのスキーマを利用した、ルールを設定したりとか、アプリケーションを構築したりということができるようになっていまして、その事前定義のスキーマからコードを自動生成するような機能も提供しております。また、ターゲットとして先ほどご紹介したようないくつもの AWS サービスとの連携が可能というところも特徴の一つとなっていまして、さらにメッセージフィルターの機能として、イベントのメタ情報とかイベントのボディに対して、マッチするパターンを、指定することによって、特定のイベントソースの特定のメッセージからの処理を特定のターゲットに、紐付けるということが可能になっております。で、次に Amazon SNS の方ですが、こちらの方は、一番大きな特徴は、パブリッシャーサブスクライバーモデルですね。これを提供するサービスであるというところになります。なので、まあ、いわゆるファンアウトパターンのようなものを実現するために、最適なサービスということになります。SNS 自体、高スループと低レンテンシーであるというのも大きな特徴でありますし、また、デッドレターキーを提供しているというのも特徴になります。イベントソースとしては、AWS の各種サービスですとか、マイクロサービス間の連携に利用することができます。で、サブスクライバーとして、対応しているのが AWS Lambda、Amazon SQS、それから HTTPS Web サーバーですね。こちらのプロトコル。それから E メールの送信。それと、モバイル SMS のサポートですね。こちらを、SMS のサポートを行っております。また、フィルタリングの機能も、提供しておりまして、トピックのサブスクリプションに対してフィルターポリシーを割り当てて、特定のメッセージだけを絞って、サブスクライバーに伝えるということも可能になっております。次はですね、もう一つ関連する新サービスのリリースをご紹介したいと思います。Amazon AppFlow という、新しいサービスが出ております。こちらは、SaaS のアプリケーションとのデータ転送を容認するというサービスになります。Amazon AppFlow は完全マネージド型の統合サービスで、Salesforce などの SaaS アプリケーションと Amazon シンプルストレージサービス S3 ですね。Amazon S3 や Amazon Redshift などの AWS サービス間でデータを安全に交換できます。例えば、Salesforce から Amazon Redshift に連絡先でコードを取り込んだりとか、あとは、まあ、Zendesk から Amazon S3 バケットにサポートチケットを取得したりというようなことが容易に行うことができるようになります。で、Amazon AppFlow には以下の特徴があります。まず最初に、コードを書くことなく、ソースと宛先の間でデータを数分で転送するデータフローを作成することができるという、素早く始める機能。それから、オンデマンドまたはスケジュールによって従ってフローを実行して、サードアプリケーションと AWS サービス全体でのデータの同期を維持するというデータ同期機能。それから、
複数のソースからデータを集約することで、分析ツールをより効果的にトレーニングしてコストを削減できるというデータ集約機能。それから Amazon Appflow フロー管理ツールというのを使用して、データがいつどこに移動したかを監視できるデータの追跡機能ですとか、あるいはセキュリティは非常に最優先項目ですので、セキュリティを担保するために、保管中及び転送中にデータを暗号化するという機能。それから、Amazon Appflow は、AWS プライベートリンクと統合されておりますので、インターネットを経由せずにですね、AWS のインフラストラクチャー経由のプライベートデータ転送も提供できるという、これらの特徴を持っております。で、こちらが、Amazon Appflow Management Console の例なんですが、このようにですね、この例では Salesforce のデータを S3 に連携するというのを行っていますが、選択するだけでですね、簡単にデータ連携の設定を行うことができるようになっております。はい。では続いてはですね、この4つのパターンの中から、オンプレミスのレガシーなシステムに投資を行っており、クラウドに全てまたは一部を移行するハイブリッドアーキテクチャパターンと、システムが、他のクラウドに保存されているデータに依存しているので、マルチクラウドアプローチが必要なパターンについて見ていきたいと思います。オンプレミス上で稼働する伝統的な分散アーキテクチャを利用しているアプリケーションの特徴を見ていきましょう。クラウド上で構築されるモダンなアプリケーションは、通常 AWS のクラウドネイティブなメッセージングソリューション、SQS や SNS を利用します。これらはシンプルで高いスケラビリティを提供し、メッセージごとの課金モデルを提供しています。しかし、多くの伝統的なアプリケーションは長年にわたって存在しており、オンプレミスのデータセンターで保存されています。それは古い環境で構築されておって、SNS や SQS とは異なるプロトコルを利用していることが多いと思います。システムコンポーネントが個々のサーバーに配布され、メッセージ指向ミドルウェア、またはメッセージブローカーが、コンポーネントが互いに通信できるようにするために使用されているというパターンが多いです。この例では、ブローカーは注文フロントエンドをバックエンドや在庫システムや CRM システムに接続するために使用されています。この MOM というのが、メッセージオリエンテッドミドルウェアの略ですね。で、レガシーなアプリケーションを持つ大企業のほとんどは、例えば IBM MQ や TIBCO の EMS などの商用ブローカー、または、Active MQ や Rabbit MQ などのオープンソースブローカーを利用していることが多いかと思います。さらに、クラウド移行戦略の一環として、メッセージブローカーをクラウドに移行するメリットがございます。一つは、多額の商用ブローカーライセンスと繰り返し発生するサポートコストを削減できると。また、ブローカーをセットアップして構成し、操作するために自分たちで管理したり、誰かに費用を支払ったりする必要がなくなる。さらに、ブローカーをクラウドに移行することで、バックアップとディザスターリカバリーの機能を有効にしたり、アプリケーションの機能を拡張することができるかもしれません。しかしながら、これらのメリットにもかかわらず、多くの企業はメッセージブローカーをクラウドに移行することについて懸念を抱いています。例えば、これらのシステムはあらゆる場所に10年から30年の間存在し、現在も動作しておいて、いくつかのケースではソフトウェア開発やソリューションの管理の能力を持つ人材がもうすでに退社していると。というような状況があります。で、クラウドに移行したり、ほんの少しでもソフトウェアを変更するだけで、これらのシステムの動作に影響してリスクが生じる可能性もあったりしますし、一部の、お客様ですね、は特定のアプリケーションやデータをパブリッククラウドに配置することに反対されている場合もあります。他にも、ベンダーロックインを懸念したりとか、クラウドに依存しないままにするというふうな結論を出す会社もあります。しかし、クラウドへの移行に関する最大の懸念事項は、ソフトウェアのリアーキテクチャの構想になります。Amazon SQS および SNS は、クラウドネイティブでアプリケーション向け、クラウドネイティブのアプリケーション向けに構築されているため、
オンプレミスのレガシーのアプリケーションとの相互運用するための、あらゆる機能を持っているわけではありません。Amazon SQS や SNS は非常にシンプルで、ほぼ無制限にスケールアップするというメリットがあるんですが、一方でですね、これらのサービスは、その従来型の、レガシーなシステムを利用しているプロトコルを全てサポートしているわけではないというところが、あります。で、これらのサービスはフルマネージドなので、管理にかかる重労働不要なんですが、今言いましたように、JMS のような業界標準で構築された既存のシステムでそれらを使用したい場合は、多くのアプリケーションを書き直す必要があるんですね。これがリアーキテクチャになりますが、これに膨大な負荷とコストがかかる可能性があるということで、それが一番の課題と考えられます。大企業では特にその数は何百にもなる可能性がありますし、既存のアプリケーションが厳密に一度のみの配信ですとか、リクエストリプライのようなメッセージパターンですとか、あるいは、Excel を使った分散トランザクションなどを使用する場合は、SNS や SQS を利用することはできません。多くの組織にとっては、これらのリスクはクラウド導入の障壁になりますので、克服することは不可能だと思われているかもしれません。そのため、移行が停止する可能性があります。このような理由もあって、ハイブリッドアーキテクチャの戦略は、より一般的になっていると。一部をオンプレミスに残し続けるというのが一般的になっているかと思います。ですが、このパターンで利用できるのが Amazon MQ です。Amazon MQ はオープンソースの Apache Active MQ のためのフルマネージドなメッセージブローカーサービスになります。先ほどのレガシーアプリケーションのクラウドへの移行について、アプリケーションのモダナイゼーションへの扉を開きながら、アプリケーションの変更の最小化とコストの削減の両方を最大限できるとしたらどうでしょうか。それが Amazon MQ を開発した理由です。Amazon MQ は、オープンソースの Apache MQ の5.15を、ベースにしたフルマネージドなフル機能のメッセージブローカーになります。Amazon MQ は企業がオンプレミスアプリケーションをクラウドに移行し、クラウドのメリットを活かしながら移行のリスクを最小限に抑えるための手段として開発されました。独自の API を持ち、シンプルな機能の Amazon SQS や SNS と違いまして、Amazon MQ は JMS や NMS、AMQP、STOMP、WebSock、Socket ですね、などの業界標準と完全に互換性があるので、コードのほとんど、あるいは全く変更することなくアプリケーションを移行できます。豊富なオープンソースのコミュニティのメリットを全て享受できる一方で、AWS が全てのサーバーの管理やソフトウェアのアップデートやパッチの適用を行いますので、Amazon の MQ を利用するのに、セットアップやサーバーの構築を行う必要はございません。Amazon MQ を利用すると、メッセージブローカーの作成やスケーリングが非常に簡単になります。ある金融のお客様では、これまでブローカーを立ち上げるのに、サーバーやソフトウェアのインストールを含めて、最大80時間ぐらいかかってたのが、今ではコーヒーを入れる間に完了できるというようなことをおっしゃっていました。Apache Active MQ デスクトップ、あ、Apache Active デスクトップ、すみません、Apache Active MQ は、デスクトップやオンプレミスのデータセンターで同じブローカーを利用して開発を行うこともできます。開発者がすでにプロトコルやブローカーに精通している可能性もありますので、より開発の生産性は上がってくるかと思います。商用メッセージブローカーから移行する場合は、高価な長期ライセンスについて心配する必要もなくなりますし、Amazon MQ インスタンスサイズについては、Amazon MQ はインスタンスサイズに基づいて時間単位で請求されます。オープンソースブローカーの使用は、長期的な柔軟性を最大限に発揮できることを意味しています。また、エンドツーエンドの処理時間、また、レイテンシーが重要なユースケースの場合、Amazon MQ はコネクション指向のバイナリプロトコルですね、オープンワイヤーをサポートしていますので、リアルタイムアプリケーションに非常に短いレイテンシーメッセージを提供することができます。
Amazon MQ の使いどころの例を2つほどご紹介したいと思います。1つはオンプレミスから AWS のブリッジとしての利用です。オンプレミスから AWS へブリッジするために、商用ブローカーのメッセージをブリッジして Amazon MQ へ転送して利用することができます。これによってですね、そのメッセージの転送をスムーズに行うことで、ブリッジとしての役割を Amazon MQ が行うことができます。二つ目は、サードパーティークラウドとのコネクターとしての利用になります。これが、四つ目のパターンに適用できるということですね。で、この、マルチクラウド戦略においても、Amazon MQ を挟むことによってですね、スムーズなデータ連携を行うことが可能になります。これは Amazon MQ が豊富なプロトコルを提供していることで、それを利用してサードパーティークラウドとのコネクタとして利用することができるということですね。次は Amazon マネージドストリーミングフォーアパッチカフカ、略して Amazon MSK と呼んでおりますが、こちらも同じようにこのパターンで利用することが可能です。Amazon マネージドストリーミングフォーアパッチカフカは、フルマネージドで本番適用可能なアパッチカフカのクラスターを提供します。AWS とネイティブに統合されたアパッチカフカとの完全互換になります。なので、従来からアパッチカフカをオンプレミスでご利用されていたお客様には、シームレスにですね、AWS へ移行することが可能になります。さらに、AWS に移行後は AWS のサービスとネイティブに統合されていますので、非常にスムーズにですね、各サービスとの連携を行うことができます。また、すでに AWS の18のリージョンで一般可能になっていますので、今すぐご利用いただくことが可能です。エンタープライズのワークロードに対するセキュリティやスケーラビリティ、高可用性を備えておりますので、安心してお使いいただくことが可能です。また、コスト面でもですね、フルマネージドなプロバイダーで最小の費用になっておりますので、こちらの面でも、従来からのコスト削減に役に立つかと思います。それではまとめです。クラウドを活用するサーバレス及びイベント駆動型アーキテクチャの進め方は、組織によって異なるというお話をさせていただきました。クラウドで新規開発またはマイクロサービスアプリケーションとして新たに構築するパターンですとか、AWS のエコシステムパートナーのサーズサービスをアプリケーションに組み込んで、それを展開するパターンですとか、オンプレミスのレガシーなシステムに投資をすでに行っていて、クラウドに全てまたは一部を移行するハイブリッドアーキテクチャのパターン、それからシステムが他のクラウドに保存されているデータに依存しているため、マルチクラウドアプローチが必要なパターン。これらいずれかまた複数の組み合わせにおいて、ご利用いただける AWS のサービスについて、ご紹介いたしました。クラウドで、新規開発、または、マイクロサービスアプリケーションとして新たに構築するパターンでは、Amazon SQS、Amazon SNS、Amazon イベントブリッジをご利用いただくことができます。これらはクラウドネイティブなアプリケーションでよりシンプルな API、無制限のスループット、それからフルマネージドであって、リクエストごとの支払いというメリット、特徴を持って活かすことができます。次に、エコシステムパートナーの SaaS アプリケーションを組み込んだプラットフォームソリューションを展開するパターンでは、Amazon イベントブリッジがご利用いただけます。SaaS サービスのイベントとのシームレスな連携、容易な連携が可能になっております。それから、オンプレミスのレガシーなシステムに投資を行っていて、クラウドにその全てまたは一部を移行するようなハイブリッドアーキテクチャなパターンは、では、Amazon MQ や Amazon MSK ですね、アパッチカフカを使っていただくことが、可能です。これらは既存アプリケーションのマイグレーションに最適で API 互換があって豊富な機能を持って低レテシーでインフラの管理が不要となっておりますので、これらの特徴を活かす、ことが可能です。
ということで、それぞれのパターンで利用可能なサービスの特徴を理解することで、クラウドを活用するサーバレスおよびイベント駆動型アーキテクチャへの進化するパスを確実なものにしていただけるかと思います。こちらは参考となる情報のリンクになります。後ほど資料公開されますので、そちらでゆっくりご参照ください。また、こちらも関連情報になっております。イベント駆動アーキテクチャのベストプラクティス、最新のイベントブリッジと統合している SaaS パートナーのリスト、これは随時更新されておりますので、定期的にご確認いただければ良いかと思います。さらに、サーバレスレンズのウェルアーキテクチャツールも新しくなっておりますので、ぜひご覧ください。で、Q&A についてですが、こちらお時間の関係で Q&A を実施できなかったので、いただいたご質問については、後日ですね、AWS Japan ブログの方にて、回答させていただきたいと思います。6月のブラックベルトオンラインセミナーの配信予定です。こちらの方も、今後も、さまざまな、セッションが目白押しですので、ぜひお楽しみに、ご覧ください。また、AWS の日本語資料の場所、AWS 資料で検索していただきます。こちらもぜひご活用ください。AWS ウェルアーキテクト個別技術相談会も行っております。毎週、ウェルアーキテクトの個別技術相談会を実施しております。AWS のソリューションアーキテクトに対策などを相談することも可能ですので、ぜひ、こちらの方もお申し込みを、下記の、イベント告知サイトからお願いいたします。はい。では、お時間となりました。どうもご視聴ありがとうございました。失礼いたします。